今回はですね、センチュリー21っていう、まあ、不動産会社ですね。そこからワンルームマンションの投資の話が載ったパンフレットが届いたんですよ。まあワンルームマンションで新築のやつって有名なんですけど、まあやばい。だから普段だったらこんなの封書来ても開けもしないんですけど、今回に限っては楽天銀行から来てるんですよ。楽天銀行の名前が乗っかった封筒が来てるんですよね。だから楽天銀行とセンチュリー21が協力してやってるんですけど、まあ中身がひどかったんでちょっと見ていこうかなと思うんですけど、これは絶対やめた方がいいだろうっていう感じですよね。ちょっと順番に見ていきたいと思うんですけど、でこれ場所はあんまり土地勘ないでわかんないですけど、東京都の世田谷の轟っていうのかっていうところだと思うんですけど、正直ここら辺の場所とかですね、マンションの構造とか、なんか素晴らしい綺麗な建物だっていうパンフレットがいっぱい載ってたんですけど、これは正直どうでもいいんですよね。変な話だって近くにいないし、儲かるかどうかも分かんないし、まあ、自分が住むわけじゃないんで、気になるのは本当に儲かるかどうかだけなんですよね。だから素晴らしいマンションだとは思うんですけど、どこで建てたのか分かんないんですけど、こういうパン中身見る限りは別に普通に綺麗な新築のマンションだなっていう感じです。でこれ来た封書なんですけど、一番上にセンチュリー21、レイシャスマンション経営のご案内で楽天銀行よりお送りしてますって書いてるんですよ。でこれ実際に楽天銀行に電話しました。で確認取ったんですけど、楽天銀行がちゃんと許可して一緒にやってるってことだったんで、これは嘘ではないんですよね。これががっかりですよね。楽天銀行がこんなことするんだと思って。でとりあえずこの封書だけだとどんな投資内容か中身わかんないんですよ。でパンフレットを希望すると担当者から電話がかかってきて、現金金額も500円もらえますっていうことなんですよね。でさらに個別面談まで行くと5000円もらえますと、この時点でちょっと怪しいんですけどね。でこれざっ と、各部屋の販売価格なんですけど、だいたいまあ4800万から3500万ぐらいかの間ぐらいで売ってるんですけど、このパンフレットずるいのがですね、この見えてる価格しか載ってないんですよ。で実際にいくらかかるのかっていうことを隠してるのかな、意図的に分かんないんですけど、なんでだからとりあえず利回りを計算するのにはこの価格だけで一回計算しますよね。でこれは各部屋の一月の家賃ですね。まあこれは多分僕もこれ他の近くのアパートのワンルームの同じようなところの家賃見たんですけど、まあ妥当かなと思いますね。さっきの購入価格も別に高いとは思わないんですけど、だからここら辺はまあ普通かなと思うんですけど。でこれ B1 のですね、一番安い部屋で計算してみたんですけど、物件価格が3530万で想定賃料が11万3000円、で想定入室率っていうのがこれ 100% で見てるんですけど、まあこれ 100% ってのはありえないんですけど、まあ絶対何年かで出てったりするんで、空室期間ってあるんで多分90とかで見れば本当はいいんでしょうけど、とりあえず100で見てますね。で管理費が、11万6400円で、修繕積み立てが1万9200円、その他修繕が2400円、これ全部パンフレットに書いてるのの、月で返したんでかける12にして載せてますね。ローン組まずに表面の粗利が 3.84 しかないんですよ。でこのローンの金利によってはこれ飛びますよね。あと家賃保証センチュリー21で進めてるんですけど、それをすると、なんか、賃料の 5% を毎月納めれば、家賃保証みたいなんですけど、そういうのを入れていくと、どんどん減っていくわけなんですよ。で、これ、物件価格も、パンフレットに載ってる価格しか入れたいんですけど、実際買うのにもっとかかると思うんですね、いろんな費用が。それと、固定資産税も載ってないんで、これ見てないんですよ。あ、これ、ローン契約で買ったら、多分これ、買った瞬間から赤字なんじゃないかなと思うんですけど、でそのうち多分これ家賃もずっとこのまま一生同じってわけじゃないですね。きっと古くなっていけば家賃下がっていくとかありえる話ですよね。
あ、これってもう何年持つか分かんないんですけど、このマンションを売った時に買った時より高くな売れるっていう前提じゃないときついんですよ。それか 100% 自己資金、これローン組んだ時点でこれ負け確定みたいな。ただ担当者はそういうことは絶対に言わないんですけど、いやこんなもんなのかな。確かにその都心で常にすぐお客さんがつく、客付きがいいっていうメリットはあるんですけど、これ利回り安すぎるよなと思うんですけど、ね、でこれからはちょっとパンフレットの中身見ていこうかなと思うんですけど、まあ、今パンフレットって言ってもですね、一回個別面談して担当者と喋ったらすぐメールで送ってきました、パンフレットとか資料ですね。まあ中身はなんかもう突っ込みたいとこばっかりですけどね。で担当者もなんか若いお兄ちゃんで知識あんのかないのかわかんないんですけど、とてもちょっとなんか信用して帰るような人ではなかったですけどね。これも悪い書き方ですよね。まあ間違っちゃいないのかもしれないんですけど、老後資金が8660万必要だけど公的年金だと4400万しかもらえませんよっていうことを言ってるんですよ、まあ、足りないからその分を家賃収入がもらえるようにしときましょうっていう話なんですよね。いやーまあローン組んで買ってローンが払い終わったぐらいには家賃収入だけがただただ入ってくるような状態になるから、それが年金の代わりですよみたいな感じなんですけど、いやそれまでにかかる費用がでかすぎるんですよ。だからそこまででローン組んで買って損した金額を考えると、なんかもっと違う方法の投資の方が絶対いいと思いますね。これをするメリットが全くないです、ね、逆にこんなの買っちゃったらすぐお金に換えれないんですから、逆に身動き取れなくなって下手したらこれ破産ですね。はい、これも、生命保険の代わりになりますよってですね。まあ、ローン組んで、まあ、単身保険と一緒ですよね。死んじゃったら物件費がタダになりますよって。で、その物件費タダになった後でも家賃はずっと入ってくるから、まあ、遺族に残す保険になりますよっていう感じなんですけど、いやいや、それだけだとしたら、かなり大変なこれ商品じゃないですか。何十年もかけて。それだったら普通に生命保険入れよって思うんですけど、これを買ってまで生命保険効果が出すメリットがあんま感じないんですけどね。はい、これもまた意味が分かんない。税金対策になります。これ、まあ、給与で1000万もらってる人の例が出てるんですけど、マンション経営で節税効果を得る。マンション経営した場合に経費計上できるから、まあ、節税になるのも分かるんですけど、マンション経営で利益出てる分の利益が年収に乗っかってないんですよ。これ年収は1000万のままなんですよね。だこれあれですよね、ローン組んでて赤字になってるっていうことになると思うんですけど、ローン組んでマンション経営この商品を購入して赤字になってるってことですよ。これ年収増えてないんですから、ただただ経費になってると、これ金払って経費削減してるようなもんですよね。これ意味あんのかな。これでもこれでも信じる人いるんでしょうね。まあ、これも相続税対策のこと書いてますけど、確かに書いてることこれ嘘ではないんですけど、これをもし本当にやるんだったらですね、会社を作って会社でマンションを買えばいいんじゃないかなと思うんですよね。で会社を代表取締役が変わって息子とかが継げば相続とかっていう概念なしに引き継げるんで無料で引き継げると思うんですけど、これよくわかんないな。これやるメリットが全然感じないな。とにかくなんかもう気になるようなパワーワードみたいのを並べてるだけって感じがしますけどね。まあなんとなく騙されやすい感じがしますね。手つけたくなりそうな感じです、ね、でこれ僕担当者に電話して、まあ、最初に電話して資料請求したんですけど、その時からもうなんか聞いてもいないんだけど連呼する言葉があるんですよ。医者とか高収入の方とかエリートがよくこの商品を購入してますよって、そんなこと聞いてないんですけど、それ何回も言うんですよね担当者が。だからこれやってる人は頭いい人ですよ、やらない人は頭悪いですよみたいな言い回しなんですよ。そんなこと言わないんですけど、よくそんなこと言うなと思いますけどね。はい、でこれ楽天に
本当に楽天でこのセンチュリー21のやつやってんですかってチャットで問い合わせた時の文章ですね。まあ一応間違いないみたいですね。楽天とセンチュリー21でやってるみたいです。いやこれはもう買わない方がいいですね絶対。あのもし買うならば全部自己資金で、それか本当にあれですね、もう資産をいろいろいっぱい持ってて分散っていう目的で、まあ一つのこっちに分散しとくかぐらいな感じだったらいいのかもしれないんですけど、普通のサラリーマンがローン組んで買うものでは絶対ないと思いますね。まああとはギャンブル的にその買ったやつが何年間持つか分かんないんですけど、買った時よりも高く売れるっていう一点のみにかけて買うかですね。これ普通にローン組んで買ったら毎月いくらか赤字になってて、ずっと赤字を払い続けることになります、で何年かしたら家賃が下がってって修繕積立費も上がってって地獄を見るんじゃないかな。まあ分かんないですけどね、いやこれに入れるぐらいだったらなんか普通にNISAとかで入れてればいいんじゃないかなと思いますけどね。そんな感じでした。 あと最後に1回目の資料請求した時の電話だけ録音できたんで、それをちょっとあのプライベートなことすごい言ってるんで流せるとこ限られるんですけど、それを流しますね。で面白かったのがあの2回目の電話した時、資料を見た後に出ましたやつがあるんですけど、それはちょっと録音できなかったんですよね。そっちの方が本当は参考になるなと思ったんですけど、まあ、とりあえず資料請求した時の通話だけ録音できたんで流しておきます。あ、ありがとうございます。じゃあ弊社都心中心にですね、まあ一部屋区分のワンルームタイプのマンションをご紹介してまして、はい、はい、まあ、東京だったり名古屋の方で物件ご紹介してるんですけど、ちょっと札幌の方に進出してきたも経緯もですね、ちょっと札幌北海道の方々のオーナー様を、はい、増やしていきたいっていう経緯もあったんで、はい、まあ物件のご紹介プラスアルファ、まあそもそも持った場合の毎月の運用額とか、あとは税金が戻る運用にもなるんで、これぐらい節税になりますっていう筋部分の額とかもちょっと無料でシミュレーションしてご紹介とかもしてたんですよね、はい、まあ、節税になるからって言って赤字になってたら意味ないんで、はい、利回りとかの方がすごい気になってますね。あ、今ご紹介してる物件がだいたい 4% とか 4% しかないですか。後半くらいなんですよね。ちょっと中身見ないとは分かんないですけど、 4% だったらちょっと多分検討にも値しないですねそうですよね。多分そもそも都心で、ご紹介してる物件にもなるんで、はいはい、結構今都心の土地の価格もすごい高騰してるんですよね、マンションの価格もそうなんですけど、はいはい、で利回りやこれ 6% 10% 欲しいっていう方々も中にはいらっしゃるんですけど、はい、そういった物件になると、まあ、どうしても郊外の物件だったり、まあ、駅から20分とか30分とか、うん、はい、そういった物件が、まあ、多くなってはくるんですけど、まあ、今新築で都心で利回りだいたい4とか 3% 後半ぐらい物件が多くなってきてるんですよね。まあ、その利回り 4% って言ってもどこまでちゃんとかかる費用を見て 4% って言ってるのかも気になるんですよね。本当にかかるもん、本当に出てくもの全部積んで 4% 出るんだったら、まあ 4% でもいいかなと思いますけど、なんで大体、まあ、表面で4なんで 3.5 とか、まあ 3% ちょっとにはなってくるんですけど、まあ、皆さんじゃあなんでお取り組みされるかっていうと、まあ、長期的な運用で、お持ちいただく方は多いんですけど、まあ、年金の対策だったり、はい、保険がついてきたり、もうそもそも融資使えるメリットが大きくあるんで、信用力を活用しながら、
あの不動産持つっていう方が多いんですけど、うん、あのまあ、これやりたくてもできない方々が多いんですよね、うん、はい、でその中で、まあ、もあの信用力活用して、まあ、運用してる間 の, その保険がついてきたり節税がちょっとできたりとか、うん、あのまあ、将来的に10年後売却とかそこで、はい、あの利益見込んでっていう方々も多いんですけど、うん、まあ、そもそものあのまあ、中身を重視して運用される方多いん で, でも森さんは多分非常に詳しいと思うんで、あの、まあ、物件次第になってくるのかなとは思ってたりもするんですけど、まあ、そうですね、物件次第ですねそうですよね。なので、まあ、経営者の方ですとどちらかというとキャッシュ現金で買われる方が多くなってきてます、はい。なんで今ご紹介している物件だと新築 1K タイプ の, あの世田谷区の方でご紹介してるんですけど、はい、3600とかいたんですよね。うーん、これが名古屋とかもご紹介してる、名古屋だと1900とか2000万いくかいかないかぐらいでご紹介できるんですけど、その札幌なんかどうせだったら見に行ける札幌の方がもしあるんだったらいいですけどね。結構北海道の方はそう言われるんですけど、ちょっと弊社物件がまだ、あ、ないんですか、あの投資用でなくて、あ、はい、そうなんです。一応センチュリー21レイシャスっていう会社名になるんですけど、あのセンチュリー21って聞いたことあると思うんですけど、はい、あの加盟店なんですよね、それぞれ。なんで、あのセブンイレブンみたいな感じです。フランチャイズなんですか。あ、フランチャイズです、そうです。あ、その中で、まあ、弊社だと投資を専門で扱っている不動産会社になるんですけど、まあ、北海道だと、まあ、賃貸とか、はい、結構イメージ強いと思うんですけど、はい、その中でちょっと札幌に投資用で、まあ、今後マンション出させてもらうんですけど、はい、なかなかあの投資用で札幌で紹介するっていうのが結構厳しい状況でもあって、あの土地の価格もそうですし、はい、まあ、マンション建てる上で結構コストかかってきてるんで、うん、あの今後まあ居住用で紹介するか投資用で紹介するかってちょっとあの、まあ、はっきり分かってない状況なんですけど、はいはい、結構札幌とかの方がいいですか。いや、もしあるんだったらそれ近い方がいいですよね。あ、そうですよね、ええ、世田谷と札幌どっちがいいですかって言われたら札幌の方がいいです私もあの北海道出身で。あ、そうですか。あのそうなんですけど、まあそうですね、札幌の方がいいっていうのはあるんですけど、ええ、まあ投資をで持つっていうその資産性で見るとやっぱ都心は間違いないのかなっていうのはあるんで、うん、いや別に札幌の方が、札幌の物件が欲しいってわけじゃないんですよ。どうせ持つなら近くて見に行けて、はい、最悪のこと考えたらなんか自分で住んだりもできるんだったら近いに越したことはないじゃないですかそうですね、いやすごいわかります、はい、まあ、選べないんだったらしょうがないですね。そうですね、まあ月ごとによってご紹介する物件って弊社変わってはくるんですけど、はいはい、今直近だと東京の方の物件と、あとは中古の物件タイミング良くてご紹介できたりもするんですけど、はい、はい、なんでまあそうですね、物件のご紹介含めて一度、まあ、今オンラインでまずお話しさせていただいてて、あの例えばお仕事終わりとか、はい、平日だと何時ぐらいになりますか。どちらかというとあの弊社だとあの管理まで全て行ってて、あのまあ仕入れから、開発、販売、管理、一通りワンストップでやってるんですよ。はい。なんで、持った場合は、一応管理全部うちで、やらせていただいてる形にはなってくるんで、はい、何かしていただくかっていうと、まあ、確定申告くらいですかね。まあ、サポートはさせていただいてるんですけど、はい、本当に、まあ、皆さん、まあ、会社員の方、あの公務員、医師の方々、まあ、その他の経営者の方々含めて、
まあ、何か持ってからやっていただくかっていうと本当に置いとくような形にはなってくるんで、イメージ的にですよ、結局だから僕がずっと探してたやつより利回り低くなるのは当然だなと思うんですよね、そういうのがあるんで。はい、そうですね。仮になんか、まあ、リスクに感じてくるポイントありますか？リスクは利回り3と言いつつ実は全然利回り出なくて、手放そうとした時にもう買った時より安くしか売れなくてっていうのですね。一応弊社の物件だと売れないっていうことはまずなくて、はい、うち買い取りもやってるんで、他の仲介の会社さんに比べると仲介手数料も取らないですし、まあそこの心配はないのかなっていうのはあるんですけど、いや、まあ売れないことは絶対ないですね。そうですね、出資したお金が戻ってこないっていうのもあるかもしれないですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、長々とありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼いたします。最後にですね、一応全部説明受けた後にお断りをしたんですけど、担当者が最後に言った言葉はですね、誰か他に投資物件探してる人紹介してくれませんかって言ったんですよ。でもうはっきり言いましたけど、自分がやりたくないものを勧めないですよって言って話をありました。だからまあこれはもちろんこの楽天銀行とセンチュリー21でやってるやつも怪しいんですけど、誰か人づてで紹介されるのも怪しいと思った方がいいですね。はい、以上でした。